グローバルモデルとは製品を世界規模の市場で供給することを目的とした物品の総称である。またそのような工夫を施した製品の使用を言う。2010年代に入ってからは主に携帯電話に対して使われる言葉であるが、自動車、オートバイ業界における世界戦略者の別称としても使われる。ソニーエクスペリア Z のグローバルモデル。前面にはソニーのロゴのみで、 キャリアのロゴは入れられていない。グローバルモデルの携帯電話は複数の国に向けて出荷・販売するためのモデルである。その特徴として主に世界標準規格に準拠した機能が搭載され、世界各国で共通して使えるように設計されており、国による使用の差異をなくしている。例えば、世界で広く使われている。 通信方式の一つである GSM や WCDMA などに対応する。逆に、世界標準として使われていないワンセグや赤外線通信、フェリカ、お財布形態などは、機能が特定の国に限定されるため、グローバルモデルには搭載されない。またデザイン面でも、特定国に向けたカスタマイズがされない。例えば、ドコモや AU。 クシーなどの移動体通信事業者のロゴといったメーカー以外のデザインは関与しない。そのため通信キャリアのロゴなどは入れられない。反対に特定国に限定された機能や通信キャリアの独自機能を搭載したものをガラパゴス形態もしくはスマートフォンの場合にはガラパゴススマートフォンがあり、抗義にローカルモデルとも呼ぶ。地域で使用される言語に対応させたものは ローカライズという、ありがとうございます。